どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねアメリカニューヨークに来ております。で前回の続きでですね、今ニューヨークのダウンタウンの AC by マリオットダウンタウンっていうホテルね宿泊させていただいておりまして、本日ねこちらチェックアウトして次ね別の都市に向かうっていった形になります。で次行く都市なんですけども、今回はねニューヨークのニューヨークニューアーク空港から出発して、ニューヨークからボストンで、ボストンからまた別の都市に行くっていう感じになりまして、今回ねちょっと経由便になりますので、まあ1回目のフライトでねちょっと動画区切らせていただいて、またねボストンから次の都市で動画ね作りたいと思います。ということで今ね9時29分ということで、今からですね朝食いただきたいなと思います。昨日ね10時ぐらいに休みまして、十分ね睡眠取れましたので体調もバッチリでね行きたいと思います。ということで今ね Amazon Go、 このねニューヨークダウンタウン AC by マリオット by ニューヨークダウンタウンのホテルから本当にね数ブロック外れたと、数ブロック歩いたところにスタバがあるんですよね。でそのスタバにですね Amazon Go がありますので、まあ Amazon Go ね去年紹介しましたので詳しくはやらないですけども、まあこんな感じでね本当に取って買って出てくるだけで、まあコーヒーもねアイスコーヒーもいただいたんですけども、まあ特にねアプリとかなくても入り口にねクレジットカード挿すところがあるんで、そこに挿していただくとゲートオープンしますんで、そしたらねもう好きなもの持ってくるだけでもう会計も何にもいらないっていうね、本当にコンビニの進化版っていうのがねありますので、まあぜひねニューヨーク来た際には利用していただきたいんですけども、これね本当に日本に上陸したらねやばいと思います。はい、日本のコンビニ業界を変えるんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ便利ですね。あれ異国で会話もしないで買い物ができるっていうんで本当に便利ですね。はい、だからこれが欲しいみたいな感じで、これ This one please みたいなね、まあそういった会話も必要なくね利用できるんで本当にめちゃくちゃ便利ですね。ということで昨日のステーキとね一緒にちょっとねサラダに増えておりまして、多分まともにサラダね食べてないんですよ。多分 JR のファーストクラス以来、まあシカゴのホテルでちょっとだけ、オヘア国際空港のホテルでちょっとだけいただけましたけども、ちょっとがっつりいただけなかったんで、今回、ステーキとサラダのみということで、これでね、いきたいと思います。ということで、いただきます。このスタバのコーヒーもね、Amazon で買えますんで、うまい。それでは、いきたいと思います。Thank you. ではね、Google で調べるとね、どうやら42丁目にバスセンターがニューヨークにあるんですけども、そのポートオーソリティバスターミナルから、まあ、バスで行くのがね、一番早いということで、今回それで行きたいと思います。ニュージャージートランジットの方がね、早いのかななんて思ってたんですけども、まあ、時間を変えて調べても、そのバスの方がね、出てきますんで、それで行きたいと思います。AC ホテルバイマリオットダウンタウンの廊下です。普通におしゃれな感じですよね。若干エレベーターのボタンの気が悪いぐらいですね。はい、あ、Thank you。 まあこれはニューヨークとかね高級ホテルでも全然ありますね。今日はニューヨークはね結構涼しいですね。半袖短パンでちょうどいいからちょっと寒いぐらいまでありますね。ではモバイルチェックアウトしていきたいと思います。それではね、電車を乗り継いで空港行きたいと思います。いやね AC by マリオットニューヨークダウンタウンがめちゃくちゃ良かったですね。これで1泊2万2000ポイントでしたっけね、2泊で4万5000ポイントでしたけど、まあ、朝食はねついてないっていう弱点はありますけども、まあ、1日10ドルのクレジットがもらえますんで全然良かったんじゃないでしょうか。個人的には結構いいと思います。 4,5 泊して8万ポイント台だったら全然ここ節約旅行にね使えると思います。はい、ぜひマリオットボムポイント貯めてる方は検討してみてください。ちなみに隣にもねマリオットホテルコートヤードあります。フェアフィールドかコートヤードありますんで、まあ、そっちだとね1000ポイントぐらい確か上がると思うんですけども、そっちは多分ね朝食があると思います。
多分ですけど一応デスクに確認してください。ということで数ブロック歩いて地下鉄乗って42丁目ポートオーソリティバスターミナル、ポートオーソリティバスステーションかな、行きたいと思います。さっきまでちょうどいい涼しさだったんですけど今11時、結構暑くなってきましたね。それでは空港まで、空港じゃない、とりあえず駅までテクテク歩いていきたいと思います。いやポートオーソリティバスステーションからバスでね、空港に向かうんですけど、このバスは私乗るの初めてですね。ちょっとビビってます。チケットうまく買えるかな、まあ、これも勉強ということで、まあ、時間はちょっとあるんでね、これで行きましょう。ではタイムズスクエアに着きました。とりあえず外に出ましょう。いやー間に合うかな。41丁目と8番街に乗り場があるそうなんですけど、ここはパッと分かる場所だったらいいんですけど。ここ何でしたっけ、あのいろんな有名人の方の老人形だったっけ、あると思うんですよね。コビットテストいまだにやってますね。確か脇から出てるはず。確かこの路線が14ドルだったかな。ちょっと値段が変わってなければ、そうそうここだった気がする。あ、ニューワークエアポートあった。これですね。そう、ここで薄暗いでちょっとね気味悪いんですよ。でもここにありますね。まだ係員の方はいないかな。あ、いるっぽいな。はい、ということで片道17ドルということでした。まあまあまあいいでしょう、うん、ニュージャージートランジットだったらもうちょっと安くいけると思うんですけど、あれね一回ねすんごい時間かかったことがあって、それもちょっと怖かったんでね。まあ平日もこの時間帯だったら、まあ、そこまで渋滞はしないでしょうし、いいんじゃないかと思います。それでは乗車しました。バスはこんな感じ、結構大きいですね。はい、自分でねスーツケースを入れるパターンですね。あのトランクに ABC みたいな感じでであのターミナルはね控えておきましょう。今回ねターミナル C ということで C のところに入れました。でチケットはね運転手さんに渡すパターンと、このねお姉さんっていうか、まあいる人に、ね、払うパターン両方あると思うんですけども、今回に限っては運転手さんに直接払うパターンということで、ニューヨークで余り余った小銭をね全部払ってきましたいやね本当にね小銭めちゃくちゃ溜まるんですよ。はい、ということでちょうど良かったで消化できて、ということで40分45分ぐらいでね到着ということなんで、まあちょうど12時半3時間前で1位ということで、まあちょっと遅れても大丈夫なぐらいね余裕を持ってますんで良かったです、はい、お手洗いもね結局行くことができました。なんかね20分発から40分の間に、まあ、到着して出発みたいな、そんな感じみたいですね。ですのでだから20分に来て25分出るみたいな、そんな感じじゃなくて20分ぐらいのねあの渋滞等々もあるんで、それの幅みたいな設けられてるみたいですね。お姉さんにトイレも行っても大丈夫って言ったらノーリスクって言いましたということなんで良かったです。ではバス動くのを待って出発したいと思います。このバスはですねこんな感じでフットレストがねあるんですよ。フットレストストレスがあります。まあそれ以外には何にもないですかね。あ、USB もあるのかな。いやなさそうですね。うん、ないと思います。はい、ということでしばらく待って待ちたいと思います。あ、壁にねこんな感じでニューワーク書いてありますね。はい、これ分かりやすいですね。この看板とあの旗みたいなところにもねニューワークって書いてあるんで、で下にねお姉さんいると思うんですけども、あんな感じでね係員の方もいらっしゃいます。まあちょっと薄暗いですけどね、まあ全然大丈夫だと思います。では出発までもうしばらく待ちたいと思います。いや涼しくてめちゃめちゃいいです。それでは到着しました。スケースはセルフな感じに変わったんですね。昔はなんか係員さんが下ろしてチップをもらうみたいな、そんなのが結構普通でしたけど、今みんな自分で撮ってますね。まあでもそれでいいですよねということでニューヨーク国際空港に到着しました。今回私がいるのはターミナル C ということで、早速チェックインしていきたいと思います。
今回はねユナイテッド航空で、行きますボストンまで。ということでちょっとチェックインカウンター探してチェックインしていきたいと思います。多分ここですね。ではチェックインしていきます。ではやっていきましょう。いいですね、日本語はちゃんとあります。で、搭乗券をタッチしてください。あ、タッチしてチェックインっていうのがありますね。はい、で、Eチケット番号を入れてくださいということですので、入れましょう。これかな、これでいけるかな。あ、いけてますね、うん、大丈夫ですね。で、連絡先を追加しといた方がいいのかな。メールアドレス入れておきましょう。あと、電話番号のに、いいみたいです。ではパスポート読み込み画面になりましたので、パスポート読み込んでいきましょう。お願いします。すげえ。全部出るんですね。はい。なんか電話番号はいらないから早くしろみたいな感じでした。これを権利返し。はい、行きましょう。はい、OK ですね。マイレージは ANA になってます。まあ今回特典航空券なんで、で、ここでは入ってないの。大丈夫。はい。ということで、デハはリアル ID。ああ、OK、大丈夫ですね。はい。はい、OK です。機内の持ち込みは大丈夫です。一つしかないんで。あります。最終目的地もちゃんと出るんですね。素晴らしい。あ、3つまで無料なんですね。あ、なんだ。大丈夫。いいえ。はい、メールアドレス入れました。これでそろそろバゲージタグが出てくるはず。はい、出てきました。これを自分でつけて、紙の搭乗券が2つ出るはず。はい、もう1枚出ました。で、OK ですかね。あ、もう1枚なんか出た。はい、次。これですね。出発ゲート80番。搭乗券レシートで受け取る。あ、いいですね。いいです。今もらったんで。これで OK ですね。こういうね、ビザタッチとかもね、対応してて、やっぱさりげなくアメリカは本当すごいですね。じゃあバッグにタグつけていきたいと思います。ということで、チェックインすることができました。ひとまずね、制限エリア行きたいと思います。やはりね、ここにはプレミアアクセスっていうのがね、あのチケットに書いてあって、失敗しましたね。私はエコノミーの方でチェックインしちゃったんですけど、プレミアムアクセスがあるんで、スターアライアンスゴールドはそっちを使えるみたいですね。では、行きましょう。こっちか。1個上の階みたいですね。では行きたいと思います。プレミアセキュリティっていうのは看板書いてあります。見えるかな、ここの看板ですね。はい、ということで行きたいと思います。いや、めちゃくちゃ混んでますね。これスターアライアンスゴールド持ってないと、あの出国審査に並ばされますね。プレミアアクセスじゃないとっていう感じなんで、利用される方は早めに来られることをお勧めします。ちょっとね、今回ユナイテッドクラブが使えるかどうかちょっと分かんないですよね。ここからボストンまでは一応エコノミーなんですけど、その先一応ビジネスなんですよね。ですんで、ちょっとユナイテッドクラブ聞いて、まあ、ダメそうだったらスターアライアンスゴールドで入れるラウンジ、ちょっとどんな感じで分かれてるか私は分かんないんですけども、ユナイテッド航空はね、ユナイテッド航空のビジネスの人だけ入れるラウンジとかねあるんですよね。で、ここにはね、残念ながらプライオリティパスのラウンジがね、ターミナル B にしかないんで、この C にはないんですよね。ということなんで、ひとまずそこ行ってみて、断られたらスターアライアンスゴールドのラウンジ、ちょっと分かれてるかわかんないですけども行ってみたいと思います。いや、めちゃくちゃ混んでますね。それにしても、いや、いいですね、活気が戻りましたね。はい、はい、こんな感じでバーとかもね、めちゃくちゃおしゃれですね。うん、高いんでしょうね。高いんでしょう、ね、すぐお金の話ばっかりして。で、今回ねゲートが C80 番ということで、ゲートもねちょうどラウンジのそばにありそうなんで、ちょうど良さそうですね。でもこの感じだとユナイテッドクラブのラウンジもめちゃくちゃ混んでそう。そうでもないのかな。はい、今ねユナイテッドクラブのラウンジ入り口ついたんですけど、今ここね、はい、クローズしてますね。123番ゲートまで来いって書いてあります。行きましょう。ちょっとこちら聞いてみたいと思います。多分ダメだと思いますね。では行ってきます。ポラルスヤンジやっぱりダメでしたね。ちょっとユナイテッドクラブね聞いてみたいと思います。
ここね、一応ここボストンまで国内線なんですよ。でボストンから国際線っていう感じなんで、これがねインターナショナルラウンジオンリーで営業してるとワンチャン入れないまであるかもしれないですね。まあ、あの待ち時間を編集してるんで別にいいんですけど、コンセントだけゲットしたいですね。はい、ということでちょっと123番ゲートの方に行って聞いて、ダメそうだったら諦めましょう。入れるといいんだけどな。ここもね本来ビジネスを取りたかったんですけど、このボストンじゃなくてニューヨークからボストンまで、それもねちょっと残念ながらねこれ取れなかったんですよね。前日までね変更お願いしてたんですけど結局取れなくて、でもしね有料になると多分60ドルぐらい買うのかな、ユナイテッド。さすがにちょっとそれはねもったいないですよね。ということで無事ね入れました。良かったです。最初ね担当してくれた人はねダメだって言ってたんですけど、サイアランスゴールドカード、あのダイヤモンドステータスのカードを見せたらね大丈夫だったんで、よくわかんないですやっぱりね物理カードを持ち歩くべきですね。持ってきて本当に良かったです。でね今ねこんな感じのとこにいまして、わかります？この個室感がある感じの、はい、ここでねちょっと出発まで仕事しつつ食事しつつ飲み物飲んでいきたいと思います。いやー、ユナイテッド航空のユナイテッドクラブめちゃくちゃでかいですね。こんな広いと思ってなかったです。いやびっくり。今1時で1時10分で3時20分がボーリング開始なんで、まあ3時ぐらいに出ましょうかね。はい、3時にここを出たいと思います。まあグループ1で一番最初なんで、まあそうですね2時50分から3時ぐらいにここを出たいと思います。そういうことなんで、あと丸2時間ぐらいねありますんで、まあ、しばらくゆっくりねここで休みたいと思います。いや本当にめちゃくちゃでかい。ちょっとお見せできそうだったらね中のね様子もお見せしたいなと思います。ということで、いや入れてよかった。これ入れなかったら結構ね大変でした。ここにあれですね、フルーツジュースとかあって、バナナとかもありますね。で、おしゃれな本棚。で、こっちに、まあ、フルーツとか飲み物、お菓子とか、コーヒー、あとシリアルとかもありますね。あとケーキとかもあります。いや、いいですね。いやめちゃくちゃ広いですよね。さらにねめちゃくちゃ広いですよねで一番奥にねカウンターがあって食事とかが頼めて、こっちにソフトドリンクのマシンとかありますね。これは押せば出てくる系の、はい、こんな感じでねサンドイッチが取れるようになってます。これ注文するパターンですね。まあこれくださいみたいな感じで、はい、いやいい。でこっちにスープですね。でサラダ、チーズ、マスカット、サラミ。あとこっちにトルティーヤ的な、あいいですね。ご飯とかもある。こんな感じで。いやいいですね。サラダに飢えてるんでいいですね。でボードゲームもあります。でこっちにバーカウンターですね。多分無料でいただけると思うんですけど、ちょっとビール頼んでみましょう。ということで、ね、シャワーがあるっぽいんでシャワーを先利用したいと思います。ちょっと使えるかどうかちょっと分かんないですけど、今回のところは、ね、国内線なのでひとまずシャワー浴びてビール、聞いたらドラフトビールは無料みたいですね。ってことなんでカクテルとかねウイスキーとかは多分有料だと思います。ということでいただきます。めちゃめちゃうまいです。ということでこれを飲んでねシャワーねちょっと使えるか行っていきたいと思います。この後乗り継ぎがねあんまりないんで、できればここでシャワー浴びておきたいですね。ということで行ってきます。ということでシャワーブース入ってきました。いやシャワー使えてよかったですね。いや結構ね広いんでいいですね。はい、でここにティッシュとあとハンドソープあります。あとはゴミ箱、トイレでシャワーブースですね。はい、結構ね簡単な感じで、でもちゃんとねシャワー、シャンプー、リンスがありますんで、でシャワーもねめちゃくちゃ映ってるかな、でかいんでいいですね。
では早速利用したいと思います。いや最高ですね。これから長距離路線一応乗り継ぎでね、次行きますんでありがたいです。ではスッキリしました。ここのシャワールームめちゃめちゃピカピカでいいですね。ではラウンジに戻りたいと思います。ということでラウンジに戻っていただいてきました。盛り付けはねかなりいけてないですけども、パンとサラダ、マスカット、キュウリ、バナナということで、ひとまずこれでいただきたいと思います。あとねレモンレノレネードのゼロカロリーいただきます。いいね、ゼロカロリーとは思えないぐらい甘いですね。ほとんど生野菜とバナナとマスカットなんで、とりあえずこのパンですね、はい、ちょっと飛んでる。非常に美味しそうですね、まあ、これがね、まあ、取り放題ということで、美味しい照り焼きソース味みたいな、そんな味わいです。うん、めちゃくちゃ美味いです。ひとまずね、今1時半過ぎぐらいなんで、まあ、あと1時間、丸1時間ちょっとぐらいありますので、ね、しばらくここで、仕事してね、搭乗を迎えたいと思います。ちょっとね、この席にはね、コンセントがないんですよね、まあ、ちょっと移動しつつ、コンセントある席でね、仕事したいと思います。ということで、ラウンジ出てきました。あとね、20分ほどで搭乗開始になりますんで、ちょっとね、かなり広いんで早めに出てきました。さすがニューヨーク空港のユナイテッド航空のユナイテッドクラブラウンジ、噂には聞いてましたけど本当にめちゃくちゃいいですね、うん、あそこは本当にスーパー長時間いても苦にならないぐらいね、ソファーエリアもたくさんありますし、ビジネスデスクエリアもたくさんありますし、言うことないですね、うん、あそこまで広いとねずっと入れちゃうぐらいですね。ということでちょっとねゲートまで遠いですけど、テクテク歩いていきたいと思います。今回は C80 だったかな。それではゲートに着きました。残念ながらね、今ちょうど私の乗る飛行機はこの左にね、これですね、なんですけども、今ちょうどゲートがついて機体全体が見れないですね。今回ユナイテッド航空のエコノミークラスで、ニューヨークからボストンの方に向かいます。ということで今ね3時7分、搭乗開始が3時20分ということですので、ここら辺でねしばらく待ちたいと思います。いやー本当にね、ニューヨーク空港めちゃくちゃ人が多くて本当に活気があっていいですね。ではもうしばらく待ちたいと思います。いやまさかの築地の部屋がありますね。築地フィッシュルーム魚部屋こんなんあるんですね。もちろん置いてあるのは、はい、お寿司です、すごい1貫から売ってますね。マグロ、サーモン、卵、エビ、カニカマですかねこれ。あとマグロとツナとかこういうのもあるんですね。いやすごい。で下に、まあ、海鮮丼みたいなこういうのもありますね。うん、まあ海鮮丼、サーモンボールと一応サーモン丼みたいな感じなんでしょうけど、はい。いやすごいですね。ちゃんとわさび、ガリ、醤油もあります。こんなのもあるんですね。ここねちょうど C80 番のゲートの真ん中なんですけど、先ほどの築地部屋もそうですけども、すごいたくさんのお店がありますね。ピザ、あれは何だろう、ノートリアス PIG BIG しか知らないですね。 PIG ってなんだ、ピックだから豚のあれなんですかね。ノートリアス BIG っていうのは超有名なラッパーの名前ですね。で、わびさび、このわびさびは何なんだろう、ラーメン、焼きそば、あ、でもヌードルっぽいですね。ちょっと何やか分かんないですね。焼きそばが書いてあるけど、それ以外もありそうですね。これはハンバーガーを目の前で焼いてくれるみたいですね。これは美味しそう。これはニューヨークの最後の思い出にちょうどいいですね。書いてある、カスタムバーガー、あ、自分でカスタマイズできるハンバーガーなんですね。いやいいですね。ここのまあコンビニみたいなお店なんですけど、まあ、こういうメントスとかね、雑誌とか、あと飲み物とかも売ってるんですけども、まさかのセルフレジっていうね、こういった感じで自分でやって読ませて終わらせてっていう感じですね。もちろんね、店員さんもいらっしゃるんですけども、普
セルフレジで利用できるっていう風になりますんで、私みたいに全然喋れない人は楽ですね。ではグループ1番、私グループ1番なのでちょっとここら辺で待ちたいと思います。もう搭乗開始すると思います。遅れてなければ、一応オンタイムになってますね。ということで無事搭乗することができました。今回はこちらですね、ボーイング757-200ですね。おそらくこの機体は日本にもない機体ではないでしょうか。座席配列は33ですね、33になってます。ビジネスクラスがあったんですけども、ビジネスクラスは残念ながら取ることができませんでした。でモニターはね、珍しく国内線なのにあるんですね。1時間40分ぐらいのフライトなんですけどね。であとあれ、テーブルがあって、こちらに安全のしおりドアね入ってます。あと足元はこんな感じです。はい、まあ拳2つ分ぐらいですかね。でこんな感じになってます。私の席はね 39F ということで、後ろから2列目ぐらいのところですね。でこんな感じで、よいしょ、窓はねこんな感じです。もうここはねユナイテッド航空のハブ空港なんで、ほとんどユナイテッド航空じゃないですかね。はい、はい、ということで、まだもね、景色がバッチリ楽しめると思います。おそらく私の予想なんですけども、満席だと思いますね。はい、事前でもね、かなり埋まってたでしょうです。ということで、もう少しね、私グループ1で登場してますんで、もうしばらく待ちたいと思います。で、足元のね、この場所にね、AC がありますね。USB ポートはなさそうですね。はい、そうですね、 AC だけになってます。 USB ポートはないですね。はい、この前のアメリカン航空の国内線はありましたけども、こちらの機体にはありません。それではトイレに来てみました。こんな感じになっています。ハンドソープとお手洗いと、これはコップ、ちょっとわかんないですね。あとゴミ箱で、ここにティッシュがあって、こっちにもティッシュがありますね。多分あの座席じゃない、座るとこ便座のシートとかもね、多分どっちかだと思います。でちゃんとおむつ替えシートも敷いてて、ここで流すボタンですね。ということで、まあそんな広くないんですけどね。はい、こんな感じになっております。ということで、もう間もなくね、飛行機が動き出すのではないでしょうか。もう結構ね、あ、まだ結構乗ってるか、もうちょいかもしれないですね。いやー、今回ね、ニューヨーク国際空港来ましたけども、いやー、昨年11月にね、来て12月に帰る時にね、結局飛行機の欠航を恐れて、結局帰りをね、永年便に切り替えたんですよね。いやー、あれがね、もしユナイテッド航空の便のまま帰れたりたらですね、今日のねポラリスラウンジも多分あれそこだと思うんですよね、指定ラウンジ。あそこも利用できたと思いますし、ユナイテッド航空のねビジネスクラスもねレビューできたんですけども、残念ですね。また次回ね、必ずこのユナイテッド航空のビジネスクラスね乗りたいと思います。ということで、今回ねちょっと残念ですけども、エコノミークラスでね、行きます。まあ1時間40分ぐらいのフライトということで、仕事しつつ、過ごしたいなと思います。ドリンクサービスとかどうなんですかね。このままアメリカン航空とか非常にビスケットとコーラとかでいただけて非常にありがたかったんですけども、どんな感じなんですかね、それも見ていきたいなと思います。それではようやく動き出しました。今ね4時半ということで、30分以上ねディレイしてますね。ディレイするとはね、今よく聞いてますけども、やっぱり結構あれなんですね、ディレイ多いですね。さあ、やはりニューヨーク空港ということで、ユナイテッド航空の飛行機ばっかりですね。あの翼の地球儀のマークかっこいいですよね。
なければ全然いいんですけど。ではこのねニューヨーク国際空港で見えておりますかね。左の奥側からですね、ちょっとね小さいですけども、マンハッタン島が見えてきております。ちょっとレンズ越しだとかなりちっちゃいかもしれないですけども、あれがマンハッタン島です。自由の女神とかね、うっすらですが確認できてます。本当にマンハッタンを右上左上から眺めてる感じですね。いやマンハッタンと下から上に向かってる感じで非常に綺麗ですね。
Thank you. ひとまず到着いたしました。ちょっとバス探したいと思います。バスでね移動って書いてあったんですよね。ちょっとそれがどこだか分かんないんでちょっと探します。ターミナル E のバスに乗りました。外に出てねこの外側のところで、バス、まあ、あの上にね看板がついてるんですけど、このバスにねターミナル E って書いてないんですよね。ルート60いくつって書いてあったかな。ちょっと降りるときに確認しましょうか。それに乗ると、まあ、ターミナルずっと循環してるみたいなんですけど、いやこれはねめちゃくちゃ分かりづらい、まあ、そんなに遠くないみたいなんですけどね。歩いていけないのかなむしろこんなに迷うんだったらねちょっと歩いていけんだったら行きたいぐらいのもうちょっとねいい行きここで素敵なの欲しかったです。ちょっと欲しかったですね。ちょっと分かりづらいです。あ、とりあえず外に出て上の看板であのターミナル E のね看板を見て進む感じですね。で先 C によって次 E みたいですね。今回次乗るのがね、ルフトハンザーなんですけど、ルフトハンザーは E なんですよね。まあ、国際線は E らしいんですけど、いやまあ、とりあえず乗れてよかったです。ひとまずこれに乗ってターミナル E まで行こうと思います。看板が向こうにもねあります。でこのバスですね、ルート66書いてないんですよ。ターミナル E に行くとかどこに行くとか、これがちょっとね分かりづらいですね。ということでひとまずねターミナル E に到着しましたので、まあ2時間ぐらいあるんでね多分大丈夫だと思うんですけども、出国審査ね行きたいと思います。今回ねルフトハンザ航空のビジネスクラスに乗ってボストンからね、ドイツのミュンヘンまで行くっていった形になります。ここねビジネスクラスということで結構ね長距離路線になると思いますんで楽しんでねいただけるかなと思います。ということで早速ね出国審査行きたいと思います。では行きましょう。それでは無事制限エリアに入りました。私は E の10番ゲートっていうところから出発みたいなんでこんな感じになってます。E の10もうすぐそこだな。あ、ルフトハンザーありました。飛行機が見えましたね先に。 A の10、あ、私が乗る飛行機とはまた違うんだあれは。あ、もうまだ到着してないかな。あと1時間半ぐらいあるんで、あ、見えるかも。ちょ見に行きましょうか。本日乗る機体はこちらになります。エアバス 346-600 ですね。こちらねエンジン4発ついてるね大きい飛行機なんですけども、今回こちらビジネスクラスということで非常に楽しみにしております。いやーかっこいいですね。ちょっとねエンジン4発って言ってエンジン4個見えないんですけどちょうど隠れちゃってますね。はい、ということでラウンジの方行きましょうかね。ではラウンジの方行ってきます。ルフトハンザラウンジは4階みたいですね。では4階に行きましょう。ちょっと乗っちゃいます。あ、エアラインラウンジで全部が一緒なわけじゃなさそうだな。あ、プライオリティパスのラウンジもあるんですね。先にそっち行きましょうか。レベル2にプライオリティパスっていうザ・クラブっていうラウンジがありますね。じゃあそこ行ってみましょうか。クラブプライオリティパスここですね。ここは違う、プラザプレミアムグループ、プラザプレミアムラウンジなんだ。ちょっと分かんないな。もしかしたらここねプラザプレミアムラウンジはねこれそうらしいんですよ。このバージンアトラクティックラウンジっていうのが映ってない、ここですね。これねもしかしたらアメプラで入れるかもしれない。ちょっと聞いてみたいと思います。
ということで入ることができました。やはりねこちら、バージンアトランティック航空のラウンジだと思うんですけども、プラザプレミアム運営ということで、アメックスプラチナだとね提携している部分がありますので、利用することができました。3時間までね、利用することができるということで、まあ、軽くね飲み物でもいただいて、まあフライティパスのラウンジも見たいですし、あとルフトハンズ航空のラウンジも見たいんで、ひとまずねラウンジホッピングしていきたいと思います。ということで、とりあえず飲み物等々ね見に行きましょう。これはチョコですね、スナック、あとサラダじゃなくてフルーツ、このパイナップル食べていいのかないやめちゃくちゃ斬新ですね。でコーラ、炭酸水、カナダドライ、コーラ、スプライトとかありますね。でこっちにお水でコーヒーで、あとスナックでコーヒーマシンもあります。あとフレッシュジュースみたいなのもありますね。あとフルーツ、飲み物は一緒ですかね。あと食べ物がじゃあね、パスタとカレーと、あーハンバーガー、クラブハウスハンバーガー、ちょっと飛んでて申し訳ないですけども、ちょっとね微妙な感じで映りづらい、チキンバーガー、あとはい、あとチーズ、あとこれはサラダ、フルーツ、チーズ、あとビールがもらえますね。であとクッキーとサンドイッチ、シャンパンもあります。ラウンジの中はこんな感じです。かわいい。そんなに広くはないですけど、まあ、ほとんどのものは揃ってますね。シャワールームはなさそうですね。はい、こんな感じになってます。いや非常になんかあれですね、おしゃれな雰囲気になってます。せっかく来たのでビールだけいただきました。ちょっとね見てるとねなんか頼まなきゃなっていう感じがしてビールだけいただきました。まあ、これからねビジネスクラスということで、多分ねある程度食事等々もね出ると思いますので、食べ物はサラダぐらいにしておこうかなと思います。いただきます。これはハポン IPA、 はい、いただきます。うまいですね。ということで今ね6時40分なんで、ボーリング開始が7時21分ですね。あと40分ぐらいしかないんで、もうこのビールを飲んだら行きましょう。ちょっとルフトハンザのラウンジも見たいんで、あと30分ですか、急いで行きましょう。それではね、ラウンジ出てきました。こんな感じでね、エアラインクラブって書いてあるんですけど、営業してるのはバージンアトランティック航空のラウンジだけ、プラザプレミアムラウンジ系列ということで、アメックスプラチナでも入ることができました。でですね、プライオリティパスのラウンジはねどうやら閉鎖してるっぽいですね。ちょっと分かんないんですけども、あのフロアにね本来あるはずなんですけど、看板は書いてあったんですけど、一周してもねデルタスカイクラブのラウンジしかなくて、まあ、そこもね閉鎖してるみたいな感じだったんで、まあ、どうやら営業してなさそうですね。ということで、今4階に来ましたんで、こちらルフトハンザ航空のラウンジですね、行きたいと思います。こちらねスターアライアンスゴールド入ってるんで、多分スターアライアンスのね、スターアライアンスゴールドメンバーの方は全員こちらになると思います。ということで行ってみましょう。ではね中に入ってきました。サラダとパンとパニーニみたいな感じですかね、はい、あと大きいプレッツェルと、それマッシュポテト、これちょっとよくわかんないお豆の料理もあります。あとスープと、あケーキまでありますね。ケーキ、あとこんな感じでバーになってて、店員さんがお酒を作ってくれるっぽいですね。でこっちにセレクトブランド、これはビールですかね、はい、あります。あとコーヒーマシンがあります。こんなもんですかね。でラウンジはこんな感じになってまして、かなり利用している方多いですね。かなり多いですね、うん、で奥にねファーストクラスだけラウンジが分かれてるんですね。いやこれはすごい、うん、
ということでどうしましょうかね。ちょっと人が多いんで先ほどのバージンアトランティック航空のラウンジに戻りましょうかね。はい、戻りたいと思います。こっちにねスナックとかチョコとかフレッシュジュースとかも置いてあります。こちら側ですね、こんな感じで大きい窓でね飛行機見れますんで、あ、 JAL の飛行機が止まってますね。ちょっと遠くに見えると思いますけど JAL のあれはちょっと機材まで見えないですね。トリプルセブンじゃなさそうですね。あります、ルフトハンザ航空のね飛行機も2機止まってて、私が乗る飛行機はこの右下の方ですね。ちょっと失礼して、こちらですね。ああ、エンジンが4発ついてるのがなんとなくわかると思いますけども、エアバス 340-600 ですかね。いや非常に楽しみです。はい、ということで先ほどのバージンアトランティック航空のラウンジに戻りましょうかね。はい、こっちの方が空いてますんで、では戻りましょう。ダメって言われるかな。それではルフトハンザ航空のラウンジから戻ってバージンアトランティック航空のラウンジに戻ってまいりました。あの非常にね、あの入り口の方がね、あのフレンドリーの方でウェルカムバックみたいな感じでお帰りみたいな感じで、はい、対応していただけて非常に嬉しいです。ということでちょっとサラダだけねいただきたいと思います。あとちょっとねトマトも食べたかったんですけど、チーズも一緒にあの入れていただいて、あとフルーツですね。はいはい、まあ、とりあえずねあと20分ぐらいで開始になりますので、まあ10分15分ぐらいで食べていきたいと思います。いやいいですね。はい、あとちょっとグラスがなかったオレンジジュースいただきます。ということでサクッといただいていきたいと思います。いやこっちねハンバーガーとかねもありますんで、まあ、どっちもいいですね。上はなんかパニーニっていうのもありましたんでどっちもいいですけども、やっぱり上はね結構パンパンに混んでたんで、ちょっとあそこまで混んでるとね辛いですよね。こっちは結構ガラガラです。 3,4 組の方ぐらいですかね。はい、いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、サラダがたくさん食べれるのは嬉しいですね。航空会社のラウンジはこういうのがしっかりしてていいですよね。このなんだっけオリーブもアクセントになって非常に美味しいです。まあ料理という料理じゃないんで、うん、あれですね、まあ、サラダだけしか食べてないんで、サクッといただいてゲートの前行きたいと思います。いやいいですね。いや本当にねアメックスプラチナね、こういう時にマジ偉大に発揮しますね。はい、まあでも143,000の価値があるかないかって言われると、まあ普通の人はねなかなか厳しいですよね。うん、まあでも空いてるラウンジが利用できるってのは本当最高ですね。ですけどもまあどっちのラウンジもねシャワールームはないみたいなので、ちょっと本当にあのニューヨークのシャワールームね使ってきてよかったですね。食事はめちゃめちゃ美味しいです。